大きな災害が起きたときに困ることの一つがトイレです。今日は簡単な代用トイレやおすすめしたい備蓄品の保存方法についてご紹介します。内閣府などが作った冊子、南海トラフ地震その日が来たら、もし巨大地震が起きたときどんな被害が予想されるかや必要な行動などが分かりやすく書かれています。日頃から備えておきたいものはマスクやスマホの充電器、非常食、懐中電灯やスリッパのほか、メガネや常備薬など人によって様々です。一方で災害が発生すると一度に大量の食品や日用品がスーパーから一気になくなってしまうというケースも少なくありません。起きた時に急いで買い足さずとも自然と家に結果的に必要な量が備蓄されているという状態が実現できる。ローリングストック、レトルトや缶詰などの食品を日頃少し多めに買っておき、賞味期限が近いものから消費、なくなった分だけ買い足すというサイクルを決めることで常に一定の量の食品が家に備蓄されている状態にします。その5年持つ食べ物とか10年持つ水みたいな考え方もあると思うんですけど、1年以内のものすべてが非常食になるっていう結構こう考え方の転換がこうローリングストック法のミソみたいなところだと思います。さらに長期間の断水や停電が起きたときに特に困るのがトイレです。防災工作っていうなんかまあジャンルで呼んでるんですけど、携帯トイレも作れるんですよね。家にあるものを工夫することで代用トイレや防災グッズに、長期の避難生活にも対応できる方法をご紹介します。ここからは深掘りです。自宅にあるものが万一の時に役に立ちます。ぜひ皆さんも知っておいてください。まずは断水した時や避難先で衛生面が気になる時役立ちます。もしもの時の簡易トイレです。そもそも使ったことがないという方もいるかもしれませんが、はい、一体どれくらいの量が必要なのか、今回取材したプラスアーツの試算では家族4人で数えてみます。1人が1日5回使う想定で、節約のために1枚を数回使う想定で数えています、はい、この場合1週間でどれぐらい必要なのか、こちらです。およそ70枚。70枚、はい、かなりですね。量が必要になってくるんです。もう今非常バッグに備えてるから大丈夫と思っている方もいるかもしれませんが、人数によってはかなりの量が必要になってくる可能性もあります。ぜひ確認してみてください。ただこれだけ揃えるのはかなり大変ですよね、はい、ということで家にあるものが簡易トイレの代わりになるんです。作り方があります。使うのは大きめのポリ袋2枚テープ、できれば新聞紙、これだけで、まず便器にポリ袋をかぶせます、はい、この時テープで固定をするのがコツです。ずれにくくなります。そしてこの袋の上に用を足すための袋を設置します。消臭用にこの中に新聞紙を入れるのがおすすめです。最後に用を足し終えたら袋を縛って捨ててください、この時袋はしっかり空気を抜く方がいいとおっしゃっていました、このようにもし簡易トイレ、携帯トイレが足りない、ないという場合はこういう方法も役に立ちます。そして他にも家で毎日使う日用品が万一の時に役に立つんです。見ていきます、はい、まずはラップ、このように災害時お皿の上に敷いて食べれば断水していても洗わずに済みます。確かに。さらに体に巻いて防寒に使ったり、出血した時の包帯代わりにもなるんです。そして続いては新聞紙、
例えば箱の形に折れば食器代わりになります。袋をかければ汁物も食べることができますよね。そしてくしゃくしゃにして服の中に入れれば、まあ、ダウンコートのような防寒代わりになるほか、先ほどのトイレのように消臭用に使ったり、骨折した時の支えとしても使うことができるんです。何役も果たしてくれますが、これチラシでもいいんですか？そうですね、これはしっかり形が整えれば大丈夫ということなので、ちょっと固めの紙チラシ、他の紙でも代用することができます。じゃあちょっと簡単に捨てずに取っておこうという気持ちになりますね。はい、そうですね、ぜひ皆さんこの日用品を別の用途として役に立つことが可能なんです。突然の災害で困らないように、ぜひ皆さんこういう知恵を備えておいてください。